どうも、ハタヤンです。今回ですけども、はい、ハタヤン買うとうとう買いましたということで、お待たせしました。いや、長らくお待たせ、長らくお待たせしました。散々いろんなクラブ、こねくり回しましたね。一通り打てましたから。そうだね。で、あのね、キャラウェイから始まって、アイスモークから始まって、QI10 で、コブラ、あと 10K、そうだね、ピンね、一通り打ったんで、そうだね、はい、もう思い残すことはないということで。ありません、はいはい、じゃあ、はい、買ったクラブ、はい、教えてください。こちら、QI10 の、はい、はい、マックス、はい、話題の、まあこれね、ちょっとあのもう動画で、はい、比較の動画でね、見ていただいた通り、はい、結構やっぱ感触良かったんで、さあ、外で打った動画ね。そうだね、うんうん、9度にしております。9度ですか。はい。あ、シャフトは何でしょうか。シャフトは、まあ、あの 50S。 あ、そっか。特にあのカスタムとかでオーダーはしてないです。はい。一応自分の GTA も感触良かったからGTA をまあつけようかなと思ってますね。なるほど、ね、はい。じゃあとりあえずちょっと、ね、開封しちゃったんですけど、はい、はい、9度の 50S ということで、はい、じゃあ今日は、はい、まあ、ちょっとお店のものだと、はい、あんま、あの、まあ、サンゴルフではいろいろいじくれ回しましたけど、はい、まあ一応お店のものだったんで、はい、自分のものになったんで、ちょっと解剖させて、ちょっとじゃあリアルスペックといいますか、重さと、いい、ね、まあ、このヘッドの重さとか、うん、この辺の重りとかちょっと外してみて、気になるね、はい、ちょっと測ってみたいなと思いますので、最後にちょっと打ってもらって、はい、GC クワットのデータ GT つけてやるんですか。やりましょう。9度で、はい、しかもすでにこのシールまでついておりますので、はい、もう打っております、ね、申し訳ないです、はい、じゃあちょっと、はい、一旦カットしていきます。エドボール。じゃあまず、はい、バランスからちょっと測らせていただきます。はい、ちょっと待ちさせていただいて、勝手知ってる工房にね、ここ2人の持ち物ですかってコメントも来てたからね違いますよ、いつサンゴルフ様にお借りさせていただいてます。我が物顔でね、なんか入り込んじゃって、はい、2.2D2?B2 ぐらいだね。はい、あのね、僕の、うん、あの最初についてたラベルに 3.5 って書いてましたね。ちょっとね、あの1回ポワンポワンってやって2.5 だわ。 2.5、うん、3.5 って書いてありました。個体差、この辺はやっぱ個体差ってところだね。これはやっぱね、重さみたいなとこ 309.6g。 重っ。え、そんな重いの、ドライバーって。309って何、重たいの。310ぐらいから俺超ハードなイメージだけど。あ、そうなんだ。ああ、これもう300前半でやりたかったし、できれば5以下ってこと。そう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 。結構重いね、純正 S でそんな重いんだ。それ大丈夫、世間的に重たいっていう評価なのか。いや、わかんない、わかんない。アダス君の評価としてはあれだけど、198.8。これさ、重たいよ、ヘッドだから。前測った時さ、199. 何歩とかあったよね。あ、はいはい、まあ 1g ぐらい誤差、まあ、1g かならちゃんとできてる方か。まあそのぐらい誤差はあるでしょう。1円玉1枚。ちなみにこのネックの重りの重りはどうでしょうか。俺のそうね、これあれなんだよね、多分ね、重りが取れないんだよな、これ。あ、取れるか、こっちは裏取れないかもね。ね、どんなものですか。こんな感じですね、ネジと。はは、軽いわ。あ、でも 2.5、 はいはいはい、だ、まあバランス1は変わるよ、それ外すとね。 2.5 だから、まあ、ここ重たくしたり軽くしたりっていうことはワンチャンできるね。そうだね、1にするとか。うん、それで9系ぐらいになるよ典型から後ろのね、ウェイトがガジャって外れたら面白いんだけどね。なんかね、外れないみたいだね。あ、そうなんだ。で、なんかね、見たけど外してる人もいなかったからちょっと怖いんで、うん、外すことはできないんで。あ、ここ取れないんだ、多分大きさが違う。はいはいはい、どれ。こっちはね、はまんない、細いやつをつけなきゃいけないね、うん、っていうな感じで。はい、まあでも若干なんか違ったな、思った
意外とバランスが位置違うと、うん、バランス位置違うって、まあ、俺って感じだけど、まあ、まあ違うよ ね。ちょっとロフトまでは測れないんで、じゃあこの辺りに差し上げます。そうですね、はい、じゃあ S で1回打って GT で打ってもらっていいですか。あ、そうしましょうか。はい、わかりました。戻ります、はい、それでは波谷君、腰の調子がちょっと悪いらしいですね。ちょっとね、やばいかもしれないな、これちょっと不安を覚えてます今。ちょっと開始直前にシーズン開始近づいてきて、ね、筋トレしてたらピキッときたんだよね。あ、本当。では、はい、純正ディアマナ S シャフト、一旦ちょっと純正で打って、はいはい、ちょっとね、スライススライス言われてたからさ。いや、打ってるんだよね、スライスをちゃんと。だしね、あそこはスライスするでしょ、寒いし。ちょっとね、うん、確かにレンジボールだしさ、みんなやっぱスライスを嫌うんだ ね。フェードって呼んでくれないんだね。レンジボールでさ、ドロー打てたら俺やばいと思うよ。本番ギュンギュン引っ掛ける GP するって言ってたよ、プロの人たちも。ほんと。ほう、これはね、フェード、お、じゃないです。マタヤンさん、ツイッターとかでも言ってましたけど、その曲がらないクラ、あ、アウさんに返事したやつ、はいはい、俺が言ったんじゃない、アウさんが、うん、あの曲がらない、あ、飛ぶクラブを曲がらないように打つより、うん、あの飛ばないクラ、曲がらないクラブを思いっきり振った方がいいって言ってて、うんうんうん、俺もちょうどあの日にそう思ったんですよ、ね、名言だと思う。あれ撮影の後だったよね、しかもね、その日に撮影してたじゃん。そうなんだよ。で、俺もね、同じこと思ったわけですよ、うん、まあ、あのアウさんの発言便乗させていただいてさこれが言いたかったと。ああ、いや、うん、でも本当にそれ真実だなと思う。いや、やっぱ、ね、恐る恐る振るよりしっかり振って曲がらないっていう、やっぱ結構緩んだりとかさ、うん、不安を覚えてね、そうだね、思いっきり打てないっていうのがちょっとラウンドだったらやっぱ心配ですから。確かに。で、今のしれっと230の250でした。あ、本当ですか、はい、やりますね、あんだけヒールに当たって求愛点はやっぱりどこ当たっても飛ぶなって感覚ある？いや、今のでもあんまドローする感じしなかったね。あ、まあ、ドローにもやっぱ打てなれますんで、はい、打てないことはないんで。例えばドローも打てるけどフェードを打ってドローで仕掛けですか？フックを打ってましたね。いや、フック、そんなことない、俺どっちかというとプッシュアウトだったからね。俺もドロー打てるからね。あ、だっすね、いつも打てるっつってあんま打ってるの見たことないんで。ストレートになるんだけどさ、結果はい、それでは変えましたね、はい、シャフトディアマナ GT6S、はい、これから長い、まあ、これでいこうかなと思ってます。その状態でバランスも後で測りましょうか。そうしましょうか、はいはい、重量と一応ね、これでいこうかなと思ってます、はい、なんだかんだみんな使ってるし、まあまあ、コリンさんとか、ね、ほー、うまいね。いいんじゃないですか。上手で、どうでしょう、ドローだしみんな文句ないんじゃないですか。お、はいはい、これでそんな、ね、いいと思います。260とかそんな問わせる人いないと思うよ。どんだけ、いや、いるっていっぱい、まあ、そうか、みんなコメントしてくる人結構前、 YouTube のコメントにはいっぱい出てくる、うん、ちょっとじゃあ実装この1球で、ね、僕は満足しました。1球ずつですか、お客さんいや、うん、やっぱ純正の方が若干スピンが入って、うん、飛距離がちょっと落ちてるって感じだね。で、GT の方はほぼほぼ同じ打ち出し角で、うん、キャリーが9ヤードも違うんだ。1900だからな、ちょっと正直もうちょっとバックスピン欲しい、ちょっと少ないね、うん、2500ぐらい欲しいです。いや、2300でいい、8点ぐらいボールスピードあれば。2700で松山秀樹が言ってましたね。飛ぶ人は、ね、300飛ばせる。松山秀樹は2700って言ってました。キャリー239、262、どうでしょう。ちょっと、まあ、こういう球筋は持ちたくはないんですけど、ちょっと普通に振ると今やっぱ俺この辺になっちゃいますね。うん、まあ、インアウトの癖がやっぱ取れないっていうのがあるんで、今のも多分、ね、インアウトだと思う。ハテンは競技もやってるから、どっちかというと飛ばすゴルフよりも狙えるゴルフの方がね。いや、そんなことないよ。え、そう、飛ばしたい。めちゃくちゃ飛ばしたよ、むしろ競技の方が。あ、まあ、やってるつもりで今年から頑張るんですけど、あ、飛ばないと話にならないからね。確かにね、バックティーとかからやると250ヤードは最低でも欲しいなって、うん、いや、飛ばなくてうまいっていう人もいるけど、やっぱ競技になると、ね、みんな飛ばしてるよ。あ、本当、うん、全然俺飛ばないよ。飛ばない、あ、本当、飛ばない方です、本当、はい、そうなんだ。
じゃあもうこれからはまあしっかり振って、はい、飛距離も出して、振っていきます。曲がりもしないような感じでやっていってもらっていいですか。いやこれいいんじゃないかなってマジ思うわ。俺もね今までハテヤンが買い物してきた中で一番いいなと思ってるぶっちゃけちゃんと選んで買ったのは去年の TSR と、あまあそう、ね、今回の今日いてるの ね、 あ そ、 ねそれまではちょっと結構適当に選んでましたんで。いや一回してステルス挟んどるやん。ステルスの適当に選んでますんで。とりあえず肩落ちた安いやつ。ここに置いてあっていいなと思って買ったみたいな。俺はね、すごいいい買い物したなと思ってる。皆さんのご意見。そうだね。はい、結構あのハテヤン買い替え検討動画もコメントをあの繁盛して。スライスって言われてましたけど。実際はドローを打てるわけですよ。これ実際ドローになりましたね。ドローだよ。はい。全然ドローは求めてないですけど。ということで、はい、ということでこれでちょっと、はい、一旦ね開幕締めって分かんないんですけど、とりあえずやっていきたいと思います。4月にはラウンド行きますので、はい、頑張ってください。ありがとうございました。